はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、肩こりでお悩みのあなたにですね、肩こり改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、前回の動画ではですね、ご自身で肩甲骨剥がしを行っていただくというストレッチをですねお伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。あれはですね、立った状態で行う方法なので、いつでもどこでもこう手軽にできる方法なので、ぜひ試していただきたいんですけども、本日お伝えするストレッチっていうのはですね、さらに強力な肩甲骨剥がしのストレッチになります。はい、なぜ強力かというと、手で剥がすんじゃなくて足を使って剥がすんですね。足の力を使って剥がすんですよ。やっぱ足の力の方が強いじゃないですか。なんで足の力を使って肩甲骨を剥がしていくストレッチになります。で、前回の動画でもお伝えしたように、手のひらを外に向ける状態がすごく大事なんですよっていうふうにお伝えしました。この状態でやっても剥がせないんですけど、この状態でやると剥がれる方向に行くんですね。で、何をするかっていうと、足に引っ掛けます。足に引っ掛ける。で、引っ掛け方っていうのはこうじゃないです。こうするとこの状態になりますよね。内側にねじった状態でこう掴みます。なので足の裏の内側から外側にかけるようにこう引っ掛けていただくんですね。引っ掛けていただいたらですね、次は体を少し丸めます。丸めた状態で足の力を使ってぐーっと、ここはただ掴むだけですね。ぐーっと膝を伸ばしていきます。で、膝を伸ばしきらなくても結構です。伸ばしきらなくても十分、ここ今メリ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 って引き剥がされてますから、ぐーっと体を丸めていくのがポイントです。ぐーっと変に伸ばさない、丸めていって肩甲骨をバリ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 って引き剥がしていってください。で、このまま深呼吸。肩甲骨がですね、こうくっついちゃってるんですね。肋骨にくっついちゃってるから、うまくですね、肩甲骨が動かなくなってしまって、首から肩甲骨の間の筋肉が緊張してしまうんですね。で、肩甲骨が自由に動いてくれることによって、肩甲骨と首の間にある筋肉がこう引っ張られずに済むんですね。はい、大体30秒から1分くらいすると解放されます。はい、反対もやってみましょう。こうではなくってこうです。はい、しっかり掴んでいただいて、で、体を少し丸くします。丸くしてぐーっと伸ばしていくと、肩甲骨がですね、ぐーっと引っ張られてメリメリメリって引き剥がされるんですね。このまま深呼吸です。足の裏を見せてしまって申し訳ありません。で、深呼吸。このですね、肩甲骨が引っ張られてる感じをですね、感じていただきたいんですね。はい、こういう感じですね。この肩甲骨がぐっと引き剥がされてる感じですね。体を伸ばさないことですね。丸くした状態でぐーっとこの足の力で、はい、横から見るとですね、こんな感じです。こう掴んでいただいて、こう伸ばしていきます。はい、こんな感じですね。膝を伸ばしきらなくても結構ですので、はい、この状態にすると肩甲骨がすごく解放されるんですね。はい、そうすることによって肩甲骨が自由になりますから、しっかりですね、肩甲骨の位置がこう正されるように準備ができますよね。いい姿勢が作りやすくなります。そうなると肩こりのですね、その痛みの原因というところが取れていくんですね。はい、そういったところですね、前回のその1と今日のその2ですね、さらに強力な足を使ったストレッチ、まあ、これは場所を選ぶと思うんですね。足を掴んでやるものですから、なのでご自宅ではこれをやっていただいて、職場だったりとか外ではこのストレッチを、一番のストレッチをですね、やっていただくといいかと思います。その一番のストレッチに関しては前回の動画でお話してますので、詳しくは見ていただきたいんですけども、今日はですね、さらに強力な足を使った肩甲骨剥がしのストレッチを お伝えさせていただきました。はい、もしですね、ご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですね、ご質問ください。また次回以降もですね、肩こりのですね、根本解消に向けてのですね、こうセルフケアっていうお話もさせていただければと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。次回はですね、肩甲骨が動くようになったら、それをさらにこう正しい位置にしていくっていう
ストレッチ、まあ、セルフケアの方法をお伝えできればと思いますので、ぜひですねお見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。